どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽できちゃいますよ、ということで日々簡単ウクレレレッスン動画公開しております。今日もモリモリモリやっていくぜ。はい、本日の、レッスンで使うウクレレは G ラボのガズモデルと、はい、シンプル簡単バージョンでは、この初めてウクレレを使ってやっていこうと思うんですけど、今このウクレレたち大好評で販売と予約受付期間真っ最中でございます。そして今回は見てください。じゃあこのエレクトリックウクレレ G ソリッド、このウクレレも予約スタートになりました。はい、この辺のこと概要欄に貼っとくでね、 G ラボウクレレ最強最高のウクレレなんでね、ぜひチェックしてみてください。で、今日なんですけど、2段に、第1弾第2弾に分ける動画を、今回かなりスペシャル動画になっております。やったぜ。これ前からやりたかったやつです。まずちょっとね、最初にねテーマソング紹介しましょう。もう世界中で歌われているもうやばいやつです。これです。ドン、マイケル・ジャクソンの Beat Itビレービレー、これです。ビートイットをですね、2回に今日と明日、まあ、2つの動画に分かれてご紹介なんですけど、ちょっとこの説明をさせてください。まず本日のこの動画はですね、まあ、前編というか、まず基本の部分ですね。これは、ウクレレを弾いて弾き語りで歌うということです。はい、今日はこれでレッスン動画を公開していくんですけど、じゃあ後編の、動画は何をやるかというと、なんとこれの登場です。ドーン、 G ソリッド、このエレキウクレレを使って、デー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 つってでって、これを弾いちゃおうぞということです。で、だから今日はその演奏部分だけ、弾き語りの部分で、明日はこの、G ソリッドを使ったそのメロディーのレッスン動画を公開しようと思います。二つにまたいでね、レッスン動画を取り上げてるというのはなかなか今回レアなんでね、前編後編と、お楽しみに、しておいてください。まず今日は基本の部分、胴体部分、弾き語りの、パターンをやっていくんですけど、なかなか今日これ奥深いですからね。覚悟しといてください。いつものように2バージョンです。まあ、シンプル簡単バージョンはこれかなり簡単にしてます。コードもね、なんと4つだけ。かっこいいバージョンも4つだけですけどね。コード4つだけです。Am と F と Em7 と G7 の4つだけなんですけど、リズムが難しいのと、あと英語がもう超早い。マイケル・ジャクソンさんのリズムなんですね。もうボーカルも、この、The top thing don't you never come around here。この歌でもリズムがもうビンビン来るってやつですからね。はい。シンプル簡単バージョン。でもコード4つでゆっくりやるんで大丈夫だと思います。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはね、猛烈脳トレフレーズ山盛りです。これは期待しておいてくださいね。2バージョン。ぜひともご覧になってください。で、今日のやつをマスターして、次の動画のフレーズもぜひね、続けてご覧になってください。ちょっとね、これはなかなか深い動画になってますよということでございます。はい。それよりまずはですね、基本的に皆さん、音楽まだやってない方、始めましょう。今のところで少しお勉強して、これからね、音楽自分の手でどんどん生み出しちゃいましょう。さあレッスン入っていきますよ。まずはシンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。 Beat It マイケルジャクソン簡単バージョンやってみる。 So bitter, but you wanna be bad, just
strong in your fight. It don't matter who's the wrong, right. Just beat it, beat it. No one wants to defeat it. Show me how fucking strong in your fight. It don't matter who's the wrong, right. Just beat it, beat it. No one wants to defeat it. Show strong in your fight. It don't matter who's the wrong, right. Just beat it, just beat it, just beat it. せーの、マイケル・ジャクソンのビート・イット・ガズレレリュー、シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみましたって、コードは簡単だったでしょ。でも歌なんですよ。このね、マイケル・ジャクソンの歌は、この歌のタイミングももうね、リズムになってんですよね。このリズムに乗らないとですね。しかもめちゃくちゃ早口。だけど、聞いてるとね、これ結構いけると思います。だから、体を揺らしてこれ歌うのが特徴になると。で、もちろん今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンでやらせていただいております。構成としては1番やって、2番やって、サビを、ね、3回繰り返して、最後なんとなくオリジナルの A マイナーの、エンディングという構成になっております。ひとまずね、これギターソロとか間奏とかすごい長い曲なんで、そのギターソロはですね、もうギター、エレキギターの神様、エドワード・バンヘイレン、バンヘイレンが弾いているというやつ、あれはちょっとさすがにね、ちょっと再現はちょっと難しいでしょうということでですね。ギターソロとか感想はね、まあなるべくショートカットして、まあとにかく歌部分ところ全体の雰囲気伝わるようなアレンジになってます。まあこれでちょっと練習してみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、まあゆっくりね、まあのシンプル簡単バージョンに合わせて練習してもらって、1個目のゴール設定としては、ガズさんの簡単バージョンの演奏に合わせてできたら、すごいと思いますけど、これ何回も言うように、この英語がですね、もう超悶絶レベルなんですよ。まずでもこれ4つ弾きでやってください。楽しいですから。はい。一緒にできるようになった方、おめでとうございます。すごいですよ、そこまででも。できるようになった方、次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これがいいと思うんですけど、でも歌詞とコード丸暗記するの、これめちゃめちゃ難しいでしょうから。まずはやっぱり楽譜練習がいいと思いますね。楽譜を見ながら何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃってですね、英語の曲だからちょっと、まあまあ大空に向かって歌うみたいな、素敵かなと思うんですけど、楽譜練習がとにかく有効です。でも楽譜ってどこにあるんだろうと思われるんですけども、安心してください。今の放送はですね、ガズのこの手書きのノート、37冊目もいよいよ後半になってきましたけど、これです。こんな風に書いて今演奏していきました。この英語の歌詞の多いこと、もうなんかもう、お経みたいになってますけども、これね。これを見ながらね、ガズは今やっていったんですよ。これでもうちょっとしたら、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんって、この画面に大きく映してシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたマイケル・ジャクソンのビート・イットを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大な山のような楽譜の、山の中からです。毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたい、みたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。で、このね、ガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね。あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるんで、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやってます。メンバーシッププログラムが毎月590円で、毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るには、やっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習していただいてもらって、16ビートとか
ぐらいまでは練習した方が、より楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかりの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね、概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半から、スタンド FM というところで、ガズのラジオ配信、ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日、めちゃくちゃ役立つ、いい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点、概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。Beat It! マイケル・ジャクソンのもう世界中で親しまれている名曲、超かっこいいですよ。ミュージックビデオ見てくださいね。はい、イントロですけど、Am、Em7、Am、シンプルなんですけど、ここに矢印マーク、これかっこいいバージョンで、ここシンコペーションでね、ここフレーズがあるんですよ。ちょっとこれ止まるって書いてあるんですけど、かっこいいバージョンでここもこだわりのリズムが出てきます。かける2です。2回繰り返します。で、ここから歌が始まるんですけど、ここにフレーズ1って書いてあるんですけど、今日このフレーズ1っていうのをかっこいいバージョンで弾いていきます。で、ここに矢印マークとかこうついてるでしょ。これね、かっこいいバージョンでは全部このフレーズ1っていうパターンで繰り返していくんで、後で解説しますけど、今のシンプル簡単バージョンはこのワンブロック4つずつ弾いていったということで、簡単バージョン、コード進行は超楽よ。ね。だけどやっぱ歌ですよ、やっぱり。英語はもうめちゃめちゃ早口。これがもうね、やばいやつです。で、これをこうやって写しとくので、一時停止して皆さん、書いてもらいたいなと思うんですけど、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きノート、楽譜ダウンロードしてご活用いただくの超ね、今日もおすすめです。ここにこの V があったり、この歌詞の上にこの点がついてるの分かります？この点が。これがリズムのガイドになります。ちょっとこれやってみると、ちょっとこれ難しいんですけどね。ワン、ツー、スリー、フォー、ゼットルビ、これ、休符です。1, 2, 3, 4. They told him then they make it come on and say, don't wanna be the na 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 na, that's a beep. こんな感じ。この点の時にコードが変わるっていうようなイメージですね。だからこんなにいっぱい入ってるわけですよ、ワンブロックに。めちゃ早口ですよ、という。かなりこれがいいガイドになるんですよ、この点がついてる。これが、かなりいいです。ぜひこれご活用ください。ガズクラブに入って、この、楽譜をダウンロードしてもらうと、この楽そのものがダウンロードできますよ、ということです。お時間ある方はこの通りに書いていただくといいと思いますが、これはね、なかなかですよ。はい。まず1番、2ブロックに分かれています。いいですか？おい。そしてここサビですね。ここね、ここの A メロのところとサビのところで、ちょっと弾き方がかっこいいバージョンでは変わっていきます。シンプル簡単バージョンはシンプルに4つ弾きなんで大丈夫です。これも後で解説していきますね。ここサビ。ビレッビレッですね。はい。シンコペーションマークが入ってきたりしてます。はい。はい。で、ここが、なんて言うんでしょうか。星パートということでガズレレはしてるんですけど、はい。サビのちょっと後半ですね。それをやってから2番に行きます。2番も A メロ、1番と全く同じコード進行で歌詞が変わってきます。いやーもう歌詞のこの量の多さですよ。これはなかなか来てます。特にここ。まあ一応映しときます。すごいことになってます。コード進行というかリズムパターンはね、ずっと繰り返しなんですよね、ここは。ここが今日の深いとこです。そしてここ見てもらいたいんですけど、ここまで来たらですね、サビ3回繰り返しましょう。これもね、本来はここでね、感想がすごく入るんですけど、サビを3回繰り返す、これね。この2行3回繰り返して、その後オリジナルのエンディングで Am4 ブロック弾いて終わるということですね。ここね、ちょっとね、明日ね取り上げるね、その、エレキウクレレでフレーズをここ弾きたかったんで、これちょっと追加したんですけど、ダダッタン、ツタダッタン、チキチキツタダッタンって独特のリズム。これかっこいいんで、ちょっと最後エンディングとして、ガズレレオリジナルアレンジで入れてました。ということになっています。さあ、コード見ていきましょう。なんとコード、入門コード。たった4つです。Am と F と Em7 と G7。すごいです。これ信じられる。この世界的名曲、かっちょいい曲が。なんとこの入門コード4つだけでできます。Am と F と Em7 と G7 4つだけです。この今映ってるこの4つはね、ガズレレでは超基本入門コードのグループで、簡単コードのグループなんで安心です。これです。ガズレレ必須コードのメンバーです。このガズレレ必須コードつうのは一体何かというと、初心者さんが一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら超簡単なんですよ。でもいっぺんにね、初心者の人がどっと10個覚えようと思うと、頭ごちゃごちゃに混乱するんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、ガズレレ必須コードの覚えられる動画の URL 貼っとくんで、じっくり見てコード10個覚えちゃってください。これ覚えたら楽しいこと、もりもりでございます。さあ、それではかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね、皆さん、覚悟しておいてください。脳みそからですね、汗がいっぱい出てくる、とんでもない脳みそトレーニングリズム、楽曲となっております。これやばいですから。まずね、コードはね、同じなんですよ。リズムが、変わってきます。どんなリズムが出てくるかというと、基本的にはね、8ビートのちょっとカッティングだけなんですけど、これが深い。なかなかこれはね、超、
強烈ですからね。まあ、基本的に8ビートのチャットカッティングの弾き方、まず解説、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところに、リンクが貼ってあって、それぞれのですね、濃厚解説レッスン動画がそこにアップロードされてます。ちょっと見てもらいたいんですけど、今日もどんどんいっちゃいますよ。まずね、イントロですけど、あのフレーズ、わかります?でれれれれ、でれれんれん、でれれれれ、あのフレーズをやるときには、明日ね、明日とか次の後半の、レッスン動画では、この G ソリッドエレキウクレレを使ってそのフレーズを完全再現予定ですからね。皆さんのウクレレでもできますから、はい。それはちょっと、今回はだから、この、なんていうのかな、胴体部分というかね、根幹をなす部分をやるんで、ひとまず口でメロディーを言いましたけど、ここのリズムの紹介です。まず見てください。シンコペーションと止まるっていうのがあるんですけど、この止まるのに2パターンあるんですね。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、デン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 。まず1回目はこう。わかる?もう1回。ワン、ツー、スリー。ダン、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 ダン。わかる?これが入るんですよ。ダン、ダン、ダン、ダン。Em7 で、ダン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 。ここまでです。で、後半は、ダン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 。はい。ちょっとの違いわかった?ちょっと繰り返してやってみます。ワン、ツー、スリー。ダン、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 ダン。はい、ちょっと違うの分かった?前半の方がダンダダンダン入るんですよ。ここだけの違いなんですけど、これはねフレーズが違ってくるんで、このねこれからやる後編の動画でやるフレーズの違いでちょっとこれ分けてます。ちょっともう一回練習、ちょっとやってみてください一緒に。ワン、ツー、スリー。すんなりダン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 。はい、こんな感じでございます。はい、カッティングが入ってきましたもん、いきなり。これカッティングですかね。ここどこでもいいんで触ってカチャカチャやる、こんな感じのも取り入れていきましょう。この止まってるときにやってるんですよ。ここチャも入ってますかね。チャこんな感じです。カッティング盛り混ぜて、これが、実はね、このイントロのフレーズがサビと同じになりますから、これを弾きながらサビを歌うわけです。ピレーピレーって、これ、これのリズムですからね、ちょっとまた後で出てくると覚えておいてください。で、今日ね、一番ね、やばいひっくり返るリズムをこれから紹介しようと思います。A メロのとこですね。ちょっと歌いながらやってみた方がイメージつくかもしれないな。ちょっとゆっくり歌ってやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。なんじゃそれって感じじゃないですか。これ裏から入るリズムなんですよ。これね、まず図解で書きましょう。こうです。はい。バツはカッティング、丸は引く、星はチャです。そうすると、最初に星マークが書いてありますよね。だから、ワン、ツー、スリー、フォー、チャから入るんですよね。裏から入る。ワン、ツー、スリー、フォー、チャチャチャ、チャチャチャ。これですね。わかった?ゆっくり。ワン、ツー、サン、はい。チャチャツチャツチャチャチャツチャツ。これね、2ブロック分のマークです。Am と Em7 の順番、これ2つで1個のフレーズになってるんですよ。シンコペーションマークで。ツタダッタ、ツタダッタって感じですね。Am のとこは、ツタダッタです。その後 Em7 でアップのシンコペーションで、ツタダッタ、ツタツ。はい。ちょっとこの Am と Em7、この A メロのところちょっと練習してみましょう。ゆっくり。ワン、ツー、スリー、フォー。ツタダッタ、ツタダッタ、ツツタツ、ツタダッタ、ツタダッタ、ツツタツ、ツタダッタ、ツタダッタ、ツツタツ、ツタダッタ、ツタダッタ、ツツタツ。どうです?わかった?チャッタダッタ、チャッタダッタ、難しい。これ練習あるのみなんですよ。ちょっともうちょっとゆっくりやってみるか。ワン、ツー、スリー、フォー。チッタダッタチャッタダッタツッツチャッツツッタダッタチャッタダッタツッツチャッツツッタダッタチャッタダッタツッツチッタダッタ
で、今度は、後半は、Em7 が G7 に変わるだけです。やってみましょう。F から G7 に変わるとき、こんな感じになります。せーの、さん、はい。こんな感じですね。じゃあちょっと A メロ全部歌なしでやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。一番の、コード進行でやったやつです。これに歌を入れてみましょう。これで歌をつんだからもうね、ひっくり返りますよ。いや、ちょっとゆっくりやってみますよ。One, two, three, four. Take my hip, don't you never come around here. Don't wanna see the felt that disappear. The fire in the eye, but the mother is clear. So beat it, just beat it. すごいでしょ。これはカズさんもね、めちゃ練習した。これはね、もうほんとね、これまずリズム弾くだけだって大変なんで、ここにこの早口な英語を歌うんですから、しかもリズムに乗って、これはもうね、ずーっとやるしかないです。やばくないですか、これ。これはもうとにかくこれを練習してください。このパターン覚えておいてください。で、これをパターン、まあ、フレーズ1と、まあ、名付けているんですけど、このパターンは、要はコードが変わっていっても一緒なんですね。ちなみにですけど、一番最後の最後のエンディングでこれが出てくるんですよ。全部 Am で。これをやってみると、わかった、カッティングで、チタダッタ、チタダッタ、チタダッタ、同じです。コードがずっと同じでも、チタダッタ、チタダッタ、同じなんですよ。エンディングはこれでいきます。とにかくフレーズ1がちょっと難しい。だけど、ちょっとここで皆さん朗報がございます。何が朗報かというと、この後サビが来るじゃないですか。サビはイントロと同じタイミングなんですね。っていうことはですね、ほぼ2つだけのリズムパターンを繰り返してるだけ。こういう風に考えると、たった2つのリズムパターンですよ。はい。なんでいいと思います。じゃあ次サビやってみましょうか。これイントロと同じですけど、歌が入るとだいぶ感じが変わります。いきますよ。ワン、ツー、スリー。Just be it, be it, that. No one wants to be it, be it. Turn it up, fucking strong, your fight. It's tonight, I'm putting up light. Just be it, just be it, just be it, just be it, be it, ooh. こんな感じです。これ、イントロと全く同じ。前半の方は、でん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 たまで弾く。後半は、でん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 つつ。こんな感じですね。はい。イントロとサビは全くリズムパターン同じで、シンコペーション入ってきますからね。ただ、A メロの一番最後とサビへのつなぎをちょっとやっていきましょうか。A メロの一番、A メロ一番の一番最後からいきますよ。せーの、さん。You wanna be the better, do what you can, so beat it. But you wanna be bad, just beat it. Beat it. こんな感じですね。シンコペーションで入ってくるんで、ここちょっとね、難しいかも。もう一回いこうか。One, two, three. You wanna be the better, do what you can, so beat it. But you wanna be bad, just beat it. Beat it. こんな感じでございます。そしてこれを繰り返すわけでしょ。なら、パターンとしては2パターンなんで、もうこれで説明は終わりなんですけど。で、最後の最後で、サビ3回繰り返した後、オリジナルアレンジして、この、ツタダンダン、ツタダンダン、ペルペルペタダンって、あれが結構印象的です。あれを再現するために、エンディングとして Am で、ツタダッタ、ツタダッタ、ペル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 、ツタダッタ、こんな感じでやっていこうと思います。はぁ、来ましたね。これはね、一緒に歌うのはね、もう、とんでもないことになっております。特に2番の英語の歌詞が、ギュンギュンに詰まっているんで、やばいことになってます。あ、ちなみにですけど、いつも言ってることですけど、英語の曲を、その、洋楽っぽく、マイケル・ジャクソンっぽく歌うっていうのには、秘訣があります。まずは、モノマネと調子に乗る。いつも言ってる話ですけど、洋楽はモノマネと調子に乗る要素がないと絶対に歌えません。なぜならですね、日本人はですね、こうやって歌っちゃうんですよね、最初の歌い出し。
They told him don't you ever come around here. Don't wanna see your face. You better disappear. とか言っちゃうんですよ。これはもう絶対にこんなのは歌えないですからね。もうモノマネするんですよ、マイケル・ジャクソンの。そして、しかも、モノマネするとちょっとこっぱずかしいじゃないですか。なんか、お父さんが見てたら恥ずかしいみたいに思うじゃないですか。だけどそこは調子に乗るんですよ。もうイエーイってやったものしかダメですよ。そうすると調子に乗ってモノマネするとどうなるかというと雰囲気ですよ。 1,2,3,4 They tell him that you ever come around here. Don't wanna see your face better disappear. こんな感じです。はい、調子に乗ってます。これを忘れてしまうと洋楽は気持ちよく歌えないんですよ。でも今日はそれすらもね、脳みその CPU が届かないぐらいリズムとね、この言葉のタイミングに持っていかれそうですけど、いやいや、めげてはいけません。やっぱこういうのはね、ずっとやってるとできるようになると思うんですけど、ガズもこれからもずっとちょっと引き続けていくんですけどね。はい、こんなことをやっていきましょう。で、何回も言いますけど、後編の動画ではですね、このエレクトリックウクレレ G ソリッドを使って、デーレレレレとかかっちょいいアレンジを織り交ぜて紹介したいと思いますね。メロディーフレーズを解説する動画を後半で取り上げる予定にしております。はい、そしたらね、やっていきましょう。あ、もちろんミュージックビデオとかマイケル・ジャクソンのこのビートイート歌詞読んでくださいよ。熱い歌詞ですからね。はい、そんな思いもたっぷりに、そんなことを考える隙間もないかもしれないけど、まずは積み重ねです。ゆっくりからだんだんこう盛り上げていく、そんな感じでやっていきましょう。マイケル・ジャクソンビートイート、ガズレレレかっこいいバージョンやってみる。 もっとやりたいけど、もうね、ひとまずみんなと一緒に成長していこうと思って、僕もこれ練習続けていきたいと思うんですけどね。そして何回も言いますけど、後編の動画ではこのエレクトリックウクレレ G ソリッドを使って、デーレレレレデーレレかっちょいいってフレーズをね、簡単タブ譜でもう誰でもできるように解説するんで、お楽しみにしておいてください。いや、音楽ってすごいですね。マイケル・ジャクソンをウクレレで弾いちゃうなんて、もうひっくり返るぐらいの面白さですよ。はい、ぜひゆっくりじっくり時間かけてトライしていきましょう。はい、そしてお知らせです。Gラボのウクレレたち、ただいま大好評販売と予約受付期間真っ最中。めちゃくちゃ最強最高のウクレレたちが今ゲットできます。そしてですね、販売と予約も受付に出てるんですけど、こちらの G ソリッドモデルも
受け付けてますよ、予約を。はい。そして今回ね、新たにリリースされたウクレレ専用アンプ、これめちゃくちゃやばいやつですからね、この辺のこと概要欄に案内がありますので、ぜひチェックしてみてください。ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちはあのかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね、でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね楽譜がですね書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とか、あと島村ガキさんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんとガズレレ楽しんでる方だったら、あっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室、ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに写って水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。